昆布、椎茸、水、3時間を鍋に移して火にかける。白菜、根元は千切り、葉先はざく切り、芯も使おう。昆布を引き上げる。根元を入れ溶けるまで煮る。鶏もも肉一口大に、手羽先でも。豚バラ肉適度な長さ、ごま油、お玉にとって鍋へ。なんという好機。肉を半量入れて煮る。椎茸は取り出しても春雨、一味、塩、残りの肉を投入。葉先くたるまで煮込む。春雨、ごま油、完璧だ。いただきます。塩と一味、自分好みで楽しむ。最高。